はい、どうもアドリンハイです。本日もよろしくお願いします。早速ね、上位 A クラスのね、3チーム、阪神、巨人、ヤクルト、今年2021年ドラゴンズは A クラス行きます。下克上宣言しておきます。必ず A クラス行ってみせます。はい、茶番はね、これぐらいにしといて、でもね、今日ドラゴンズ、ヤクルトに1対0で勝ちました。ドラゴン最高です。もう本当にね、嬉しい。もう今まで苦しい思いしてきた分ね、やっと9月になって、やっとね、投打が噛み合って、ドラゴンズの良さが出てきてるんじゃないかなと思います。今日はね、ドラゴンズは1点しか取れなかったんですけど、その分先発の小笠原投手とか、又吉投手、ライデル投手で抑えてね、ドラゴンズらしい1対0で勝つことができました。ね、ちょっとね、9回にちょっと後味の悪い勝ち方になってしまったんですけど、最後にね、それは言いたいと思います。それではね、明るく元気に振り返り、行きましょう。まずね、ドラゴンズ打線についてなんですけど、もう今日の打のヒーローはね、一択です。京田陽太選手。ナイスバッティング、猛打賞、おめでとう。本当にね、もう状態がメキメキ上がってきてね、今日はスリーベース、ヒットの猛打賞だったんですけど、1回の表にね、京田選手が早速ね、左中間を割るスリーベース、足も速いんでね、一気にいって、もうナイスバッティング。そしてその後の大島選手が1、2塁間にね、芸術的にタイムリー、ナイスタイムリー。もう京田選手ね、とにかく打球が飛ぶようになりましたね。今までなかなか外野を越える打球はなかったんですけど、追い込まれる前はね、しっかり自分のスイングをしながらボールを捉えることができる。で、追い込まれたら逆方向にセンター方向に弾き返していく。本当に今理想のバッティングができてると思います。まあ今までね、ずっとシーズン序盤から苦しんできて、去年も苦しんできて、まあ私も含めね、いろんな人からまあいろいろ言われてきたと思いますけど、負けずにね、まあ2軍に行って悔しい思いしたけど、それでも1軍に来てね、今活躍してる姿、本当にかっこいいです。もうこのままね、シーズン終盤まで突っ走って、今までの分をね、跳ね返してほしいです。今まではね、来た球に全部対応して打とうとしてたんですけど、今狙い球を絞ったりとかね、追い込まれる前はそういう風に打てているのが好調の証なんじゃないかなと思います。ね、ドラゴンズの投手陣についてなんですけど、まず先発の小笠原投手ね、今日は7回無失点、ナイスピッチングでした。もうとにかく今日はね、いつもよりもこう力感のないね、クールな冷静な投球をしてたんですけど、まあピンチはありながらもね、こう無理に腕を振ることなく力感のないフォームで、こう最後のリリースポイントだけピッチ力を入れるね、この投球が良かったと思います。風速もね、145キロ前後で、いつもよりはそんな速くなかったんですけど、まあ各打者がね、ヤクルト打線強力なんですけど、捉えてもね、外野の頭を越えなかったりとか、要所でね、インコースのストレートで三振を取るとか、まあ、メンタルの方でも負けてなくて、本当に今日はね、ナイスピッチングでした。そして久しぶりのね、7勝目おめでとうございます。昔はね、6回7回で、打たれてね、3巡目で打たれて交代してしまう場面が見られたんですけど、やっとね、こう大人のピッチングというかね、一回り二回り成長したね、小笠原慎之介投手のピッチングが見れたんじゃないかなと思います。そして、8回又吉投手、9回ライデル投手、まあ、昨日ライデル投手ね、休めたこともあって、今日は無事抑えることができました。そしてね、問題の9回のね、表なんですけど、もう最後ね、高津監督がもう審判に猛抗議してね、20分ぐらい抗議してたんですけど、まあ、あの熱い姿はね、もちろんドラゴンズとしては勝ってよかったんですけど、あの熱い気持ちの抗議っていうのは本当にかっこいいなと思いましたね。9回の表のね、まあ、あの疑惑のプレーをね、細かく詳しく解説していこうと思うんですけど、まずドラゴンズの苦手なね、代打の川端選手がセカンドゴロ打って、ファーストにまず投げてね、ファーストの川端選手はセーフで、1、2塁間に挟まれたランナーが西浦選手だったんですけど、それでね、京田選手が2塁のベースを足で踏んで、フォースプレーでアウトを取って、そして3塁ランナーがホーム突っ込んできて、ホームに投げて、で挟んで3塁ランナーもアウトで、試合終了だったんですけど、その2塁のプレーでね、京田選手がベースを踏んでアウトだったんですけど、2塁塁審がね、全く見てなくて、なんか何もジェスチャーというかコールがなかったんですよ。で、それで、プレーが最後成立してしまって、ドラゴンズがリクエストしてね、2塁のベースを京田選手が踏んだっていうのをおそらくリプレイ検証で行ってアウトになって試合が終わったんですけど、多分おそらく高津監督はね、2塁塁審が何もジェスチャーがなく何の宣告もなかったので、それはおかしいんじゃないかっていうのを抗議してたと思うんですよね。もう明らかに映像を見た限りはね、2塁塁審何もスルーというかね、
反応がなかったので、まあ、あれは私としては、まあ、審判がなかなかこのプレーを認めて謝るのっていうのはないと思うんですけど、塁審が高津監督に謝罪すればいいのかなと思うんですけど、まあ、ただね、審判もプライドというかね、まあ、権限がある中で素直に謝るっていうのはできない、てか今までねしたことないと思うので、まあ、あれは明らかに塁審の責任なんじゃないかなとは思います。うん、まあでもとにかくドラゴンズファンとしてはね、勝てて本当に良かったです。ただ最後20分間ぐらい抗議続いたんでね、もうドキドキしましたけど、とにかく勝てて良かったです。はい、ということでね、もうドラゴンズ今日はね、打てない代わりにピッチャーが踏ん張って、投打が本当に噛み合ってね、4連勝、これで3位のゲーム差と 8.5 だと思うんですけど、まあ、まだまだ遠い道のりは道のりなんですけどね、もう本当私ね、クライマックス行ったことない身としてはね、楽しみでしかないですね。やっと9月になってこの連勝街道でね、ワクワクの気持ちが、感じられる時がねやっと来たのかなと思って、もう明日からも応援全力でしていきたいと思います。明日はねドラゴンズバンデリンドームで広島、中日松葉投手、広島森下投手ということで、前回森下投手ね打ち崩したんで、明日もきっとやってくれると思います。そしてね、最後にちょっと今日は動画の尺が短いと思うので関係ないことなんですけど、話すのもね大変恐縮なんですけど、東海オンエアのね虫眼鏡さんがいると思うんですけど、友達とかね、リスナーの方から声が似てると言われるんですけども、まあ、自分でいつも日々自分の声を聞いてて特に似てるとは思わないんですけど、リスナーの方でね、もし似てるなとか思われる方がいましたら、コメント欄でぜひね、教えていただけると嬉しいです。まあ、それでね、何かこうやってみてほしいこととかね、シーズンが終わったらいろいろ企画は考えてるんですけど、コメントにね、寄せていただけると、嬉しいです。特に自分でね、声が似てるとは思わないんですけど、似てる似てるって言われるんで、もし似てたらね、こういろんな企画とかも、まあ、虫眼鏡さんには大変恐縮なんですけど、虫眼鏡さんもね、ドラゴンズファンということで、少し接点を感じる部分もあるので、やらせていただけたらなと思ってます。それではね、また明日の動画でお会いしましょう。またね。いやもうね、3位絶対行ってやるからな。阪神、巨人、ヤクルト、見とけよ。